リーダー。はい、では、要バッカニアを演じさせていただいております安野清野です。なんと私たちワルキューレのね、人生2度目の横浜アリーナが実現してしまったということで、去年の時はあの辺りにデベソがあって、そこで涙目爆発音を踊ったりとか、ね、奥の方の皆さんにも会いに行けたなって思ってたんですけど、今回リベンジというか、もう一度横割りに立って、なんか本当にたくさんの皆さんから横浜アリーナに来たいって思っていただけたみたいで、本当に本当に2日間じゃ収まりきらないぐらいたくさんご応募をいただいていたんです。なので今日ここに会いに来てくださった皆さんに本当にありがとうという気持ちを直に伝えられて本当に幸せです。そんな2度目の横割りでね、ムービングステージでぐーんと奥まで行かせていただいて、奥のスタンドの皆さんですとかアリーナの中ほどの皆さんのお顔もトロッコで回ってたくさん見ることができてありがとう。すごい、去年よりもずっとずっと皆さんを身近に感じられたライブでした。それに、なんだろう、大きなライブとしてはこれがまあ2度目の横割りだったんですけど、皆さん本当に私たちのことを忘れないでいてくれたんだな、この1年間ってすごく感じられて、もうなんか結構歌の中の決めどころですとか、ふーみたいな、いけないボーダーラインのふーみたいなところとかも一緒に盛り上がってくれたりして、一緒に本当に私たちの楽曲を今ここで楽しめているってすごく感じられたし、ね、私たちのキャラのカラーとかもしっかり覚えていてくださって、たった5色ですけど今も聴いてるってくださってありがとうございます。緑、サイレントハッカーでは緑だったり、おにゃの子ではピンクだったり、ゴッドブレスユーでは白と赤かな、雪とね、フレイヤの色を組んで、ジュンナちゃんは、ジュンナちゃんはイケボの時か、わかんない、わかんない紫色だったのも絶対にあるはずなんですけど、紫は常にありましたね、うん、そうなんです。まあ私たちのことを忘れずに1年いてくださって、ロッキンジャパンですとか川崎ラゾーナですとか、いろいろな場所でちょっとずつ皆さんにはお会いできてたんですけど、今日がやっぱり1年ぶりにまた皆さんにお会いできて、ね、大きな舞台をお届けできる日だったので、楽しんでいただけていたらいいなと思うんですが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます。そんなわけでね、はい、私たち2度目の横割り無事に立つことができましたし、劇場版の中でワルキューレの彼女たちが何度も言ってくれた、歌が好き、ワルキューレが好き、みんなで歌うことが好きっていうメッセージがやっぱり今の私たちをここに立たせてくださっているし、その彼女たちの言葉と物語を信じて応援してくださる皆さんがいるから、そしてその立つ機会を与えてくださっているスタッフの皆様、制作の皆様が私たちを信じてくださったから今日ここに立てているんだと思います。なので皆さん、もしまだ私たちを信じてくれるなら、これからもどうぞどうぞマクロスデルタの応援よろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。